古節岩古節岩は、清末期の実業家。名は光、自我、雪岩。安記賞の伊佐家の出身で、新朝の末期に、甲州で起業し、上海にまで、活動の範囲を広げる。当時、官賞として、巨万の富を得る一方、新朝政府に対する功績が認められる。官にしか認められていなかったくれないいただきの帽子と、官服を、 商人の身分で、極少数の特例として配慮したことから、くれないいただき商人の故障で呼ばれることが多い。古節岩は当初、公衆で、ゼニソの見習いとした働きをしながら生活していた。民族資本にまで成長していない、当時の金融業は、ゼニソと呼ばれている。貴間と見定めた、大幽霊に出資する。大幽霊は、石膏需大使の感触を、 小雪岩の金の力で得ることとなる。公衆地府となった、大幽霊の助力のもと、独立して自ら、お加工戦争をはじめ、土地、食料、絹、質屋などを幅広く経営をする。特に大幽霊が設置した、遠遊局は、その資金を、お加工戦争に一括管理させた。大幽霊によって命名された、お加工の転居は、火曜国史中の将区。 聖兵道春、民物を加工である。1861年太平天国の混乱の中、最大の支援者である大幽霊を失ったが、甲州市や官軍に対する領職の運搬で名声と利益を得た。岡加戦争は、最盛期には、二十数点の視点を各省に広げる。この頃1874年に創業した、薬局、固形余り銅は、彼の数ある。 商売の中で唯一現在にまで残る店である。薬は人命に関わることから、偽物を今める、会議の言葉を、古節が自ら定めた。現在では中華人民共和国政府の商業部門から認定された老舗中華老を、アザ号として、甲州の清川坊大一又の本店の、他中国全土に店舗があり、製薬と問診を行っている。 清川棒に面する壁には、漆喰の壁に黒く対処された、固形余り銅の文字を見ることができる。本店は、全国重点文物保護単位に指定され、博物館としても機能しており、参観者は気軽に入館し、処方箋の必要ない薬なども購入できる。彼の最大の成功は、節操徳の佐相等と、強力な関係を結び、良職と、 武器弾薬の運搬を任されたことである。しかしこのことが、最後に、彼の最大の失敗の原因ともなっている。祖国藩の死後、権力闘争の中で、李光将は、佐相党を失脚させるために、古雪岩を除く準備を始める。同時に、巨万の富を得たことから、広大な邸宅を増援させ、めかけを多数囲うなど、 他から避難されるような彼自身のおごりもあった。古雪岩の加算で最も重要なものは、ゼニソ層と絹の取引である。1883年、絹を輸出独占しようとした子は、幼少たちの怒りを買い、ボイコットされた。子は、800万両という、大きな損失に苦しんでいるところ、木を、同じくして、お加戦争へ預けられることになっていた。 新朝政府からの資金が、小有連によって故意に遅延され、徹底的に資金不足に陥る。これが、信用問題に発展し、各省の銭層への取り付け騒ぎとなり、1884年に、お加工戦争が破産する。家屋敷が差し押さえられる中、高所11年11月1日に、62歳で、失意のうちに亡くなる。 中国では現在でも巨万の富を得た実業家として広く知られており、古節眼を扱った多数の書籍やテレビドラマが制作されている。ありがとうございます。